なんか、ディミっていうよりティーク感みたいな。ニラティーク感になっちゃうけど。ニレクチェンニリ。あ、これ、ディーシル。まだ顔のことは考えにいんだっけ？枠だけ作ってった方がいいよね。いいっしょ。じゃあ、この横に3積んで。これ、アキャシアのとこもさ、今、それでやってる？アキャシアじゃないところをそれでやってる。そう。難しいじゃん。いや、もうわけわかんねえよ。いや、2列目にしてもわけわかんねえことになってきて。いや、斧があった方が便利か。私の方はこれで、はい。兄さん、兄さん、見て。ん？いにちりゅうちしてにゅくぬ、いしにゅうぬじしく。しゅりちむきぬ、てちぬうぬじしく。しりち。私が落としたのはネザライトの斧です。なんでそう言うんだよ、いちまぎによ。いちもちしましんって言えばさ、鉄の斧もらえたのに。今鉄の斧だってディアもニザライト思ってねえんだもん。なんで斧欲しがってたから、ニラが。まだ当てないね。わけわかんねえからやめた。あ、出た。できた。ここがニラのキャオビビン。あ、キャシャ積んでく？シャを積んでいきましょう。じゃあニラに見かして。あ、あんたやる？うん。あんた持ってる？持ってるよ。木から？そうね。ここに2個。イン！なんかあの、ニラ城の団子が見えてよくわかんねえな、これ。なんか、すごいオレンジになっちゃった。一回、それで枠で、後ろでも、やっぱ、ただのドーム半分ぐらいよりは、もうちょっと後ろ、長い。長い方がいいよ。長くする。そこを、その座標っていうか、そのまま、後ろに何マス伸ばす？ 20 ぐらい。20は多いんだ。10ぐらい後ろ伸ばす。10だと半円より横長いじゃん。だってこれ 2D4 なんだから。 G2 がさ半分でしょ。完全なドーム半分がさ G2 じゃん。それ直径であって、いい、半径で12だから。ああ、キャマボコの話か。キャマボコ型に途中までして最後ドームで閉じるよ。ドームと閉じる。ああ、なるほどね。だから別にその中心には今は関係ないんだ。じゃあキャマボコを10チキロ、キャマボコのところを10にしてる。 G にして後ろに G2 の半導目をくっつける。うん、おー、オッケーオッケー。じゃあこの3を9作ればいいの。9にする。9作るとこの一番前から G だよね。そうだ。じゃあ3をキーチキればいい。やっていい。うん、9マス伸ばる。3っていうか全部伸ばせばいい。まあ、とりあえず3を。しここまで来た？うん、多分。じゃあこれでいいや。なんか、ディミっていうよりティーク感みたいな。ニラティーク感になっちゃうけどいいか。今日はいいよね、きっと。いや、シャラバー、シャラバーティーミー。いいじゃ、シャラバー、シャラバーシンチー、ディディディン、ディディン、ディ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 
これ歌った知らない、初耳。最近の小学生とかなのかじゃあ、仰げば年は歌わないんだって。ニラ歌わなかったよ。まあ、私も歌ったかと言われると歌った記憶はないんだけどなんかもう歌詞が難しくてわけわかんねえな。教科書から消えつつある曲になっているみたいなのをテレビで言ってた。そうなんだ、歌詞が難しいな。だって仰げば TTC ってマジ意味わかんねえもんね。え、ニギさんやくれ、ちょっと待って、ニラの方見てなんでもうニラこれやんなくていい。一番外側だけでいいと思うのよ。どういうこと？また内側のとこまで、あ今出てるところは確かに出るから。そうだ、だってここ室内になるんだもんね。室内が崩れちゃうから見違っちゃった。一番外側だけで夜になってきた。見違っちゃった結構。どうすればいいじゃん、ここいらにかったマシ書いてマリマリ。でも後々削ればいいんじゃない本当のキャマボコチキロンドじゃった。もし書いてニラ身の詰まったキャマボコダメじゃん。なんで早く教えてくれにかったのニラがキビンよく歌ってたのに今までの拠点とははるかに規模感の違う、違うけど、なんかニラ城が人気になっちゃったね。ニラ城をさ4倍くらいにする計画始める。巨大ニラ像4倍にしたら雲より上に行っちゃうかな。顔が4倍違くて雲から下にニラの子から下だけさ出てんのシュールだねニラ削り終わったかな。地下がさ、すごい遠く深くなったわけじゃん、地下までいわゆる露天掘りしてさ、なんかあの筒状に露天掘りしてさ、そこに地下からこう、ニラ像が地上までこう地上は首出してて巨大ニラロボットみたいな戦闘機格納してるみたいな、 してるみたいな動かんねえのにハリボテのニラ像ハリボテ首出せるだけ誰よキリーパービビらしとく。キリーパービビらしとく。10マスって意外とちっちゃいのかな、でもこれだけで前の拠点より広いよ、にぎさん。はるかに広い。今ここニラここにいんだけどさ、あニラ全然写真撮ってにかった。やびー、ビフォーアフターとか撮ってにいじゃん。早く顔ちぎりたいな。ニラ顔はでも最後がいいんじゃない。顔は最後にする。最後顔つけて完成みたいな。見玉だもんね。